ルイージ・カドルナ級 K12 洋艦は、イタリア海軍の K12 洋艦の艦級である。コンドッティエリ型の第2弾である。第一次大戦後に、オーストリア・ハンガリー帝国海軍が解体されると、イタリア海軍は、地中海を挟んで退治するフランス海軍を、仮想的に定めた。同海軍は高速かつ強力な兵装を持つ大型。 駆逐艦を揃えており、イタリア海軍の小型な駆逐艦では、対抗が難しかった。そのため、イタリア海軍では、大型駆逐艦に対抗可能な火力と速力を持つ、高速警防御の軽重二楼艦を建造することとした。これがコンドッティエリ型軽重二楼艦である。本級はそのグループの第二陣として、設計、建造された。本級の艦型を示した図。 本級は、高速を発揮しやすくするために、同時期のイギリス海軍の巡洋艦と同じく縦横の、比率の強い細長い船体形状を採用し、復元性を良くするためにタンブルホーム型の船体を、取っていた。水栓下にバルバスバウを持つ突出した艦手から、艦手艦板上に1.2番手砲塔を背負い式で2機、設置。等型環境の背後にオフセットした、頂上部に、 即居技を乗せた、全部三脚章が立つ。環境の背後には2本の煙突が立つが、機械のシフト配置のために前後が離されており、1番に煙突の左右に53.3センチメートル、連装魚雷発射管が片元1機ずつの計2機、広角砲が1番煙突より2棒立て付きの連装砲がで1機、その後方に連装広角砲が片元1機ずつの 3機が三角形状に配置された2番煙突の全部に後部三脚章が立ち、2番煙突の周囲が関西低置き場となっており、後部三脚章の基部についたクレーン1基により運用された。後部甲板上に後ろ向きに3.4番手法等が背負い式に2基配置した。 小型の船体に重武装を施したために建造後に4トル機関砲を新型の2 0ト、mm、ル連装機銃4機に換装1943から1944年に航空兵装と1 3 2ト、mm、ル機銃と魚雷発射管を撤去して2 0ト、mm、ル単装機銃4機を追加装備した。本級の手法は全級のモデルズ1926を 改良した、モデルズ1 9 2 9 5 2トル砲を採用した。重量4 7 5ラムの砲弾を使用し、行角45度での射程距離は2 2 6 0 0ルである。この砲を連装式の砲塔に収めたが、列強の同種艦と異なり、イタリア海軍の条約型巡洋艦は長らく左右の砲針を、 同一の砲画に据え付ける形式を採用した。これは、方針の間を狭めることにより、砲塔の小型化と機構の簡略化を狙ったものであるが、代償として、正射時に左右の砲弾の衝撃波が、相互に干渉し合って散布界が広がる弱点があった。これは、独立砲画になる、ルイジ・ディ・サボイア・デュカ・デグリ、アブルッチ級まで、イタリア巡洋艦のウィークポイントとなった。 砲塔の旋回は、守備線方向0度として、左右150度で、不行角度は、行角45度、不角5度で、発射速度は、毎踏み4発である。広角砲は1927年 10cm 広角砲を採用した。近接対空火器として、モデルズ 1917-4cm 機関砲を採用した。これは、第一次世界大戦前に、 イギリスのビッカーズ社より、ライセンス生産されたもので、イギリス海軍では、ポンポン砲として、第二次世界大戦時も使用している砲である。この機関砲を単装砲画で、片元1機ずつ、計2機を装備した。他に、モデル 1931-13.2mm 基銃を採用した。その性能は 0.051kg の基銃弾を、 行角45度で6000メートル、行角85度で2000メートルの高さまで届かせることができた。不行能力は、行角85度、深く11度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、上部構造物に回を制限された。砲側の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、 補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分500発である。この機銃を連装砲がで4機を搭載した。水雷兵装として53.3センチメートル、連装魚雷発射管を2機搭載した。ありがとうございます。